星野和彦さん、えー、星野和彦でございます、えー、一問一答方式で二、えー、点ご質問いたします一点目が、えー、宮津市のメディア戦略と戦術についてそれから二点目が、えー、由良のおオリーブ事業の現況と将来についてこの二点を行いますまず一、えー、点目のですね宮津市の、えー、メディア戦略と 先日についいいてお伺いをいたします、えー、メディア戦略とは、広告を行う際に、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットなどの媒体をいかに組み合わせて使うかを考えることです。自治体にとってメディア戦略が必要な理由は、観光客や企業の誘致など、地域間競争に勝つこと、地域社会に与える影響に責任を持つこと、 住民からの支持と信頼を得ること等重要な要素となっていると資料されます宮津市の近隣市町でも行政による映画やテレビ撮影の誘致中地域ラジオ局等のメディアを通じた地域活性化、文化の観光の振興を図っていますこれより広報誌、フィルムコミッション、地域ラジオ局 この三点に絞り、他市町との連携を含めた宮津市のメディア戦略と戦術をお尋ねいたします。まず、広報誌について伺います。地方自治体の広報活動の向上に寄与することを目的に、各種広報作品についてコンクールを行い、優秀作品を表彰する全国広報コンクールが、 昭和39年から実施されていますがその概要と宮津市が毎月発行する広報宮津の応募状況をお尋ねしますちなみにお隣の京タン市の広報京タンがそのコンクールでにおける入選の常連で山口県の周南市では広報周南が民間ノウハウを活用して 入選していると伺いました。まず一点目の質問にお答えください。森口総務部長、えっと全国コン、えー、全国広報コンクールの概要と宮津市の応募状況についてのご質問です、えー。議員もお触れになられましたけれども、お全国広報コンクールは地方自治体の広報活動の充実ということを目的といたしておりまして、えー、毎年各都道府県から 出展をされました各種広報作品を審査し優秀作品を表彰するものです大きくは3つの部門があるということで広報誌の部と広報写真の部それから映像の部とこういう3つがあるということでございますでこれにまあ、出展と言いますか応募と言いますかできるかどうかというのはまあ、都道府県の代表になれるかどうかということでございます宮津市の応募状況についてのお尋ねがございました この京都府では、市町村が参加する京都府広報協議会というものがありまして、それが主催をいたします京都広報省、これでの審査が行われ、そしてそこで優秀作品として知事賞というものを受けた場合に、そこに出展できるということになります。 本市ににおきましては、は毎年当然ながら、こののの京都の広報省の方には応募をいた,しておりますただ、残念ながらそこで選ばれていないということで、全国の方の出店には至っていないということでございます。星野和彦さん。過去に10年以上前になるのかもしれませんけれども、なんか宮津市の広報宮津も入選したことがあるというふうにお伺いしましたが、いかがでしょうか。 森口総務部長、はいえー、すいませんあの確かにあの議員を触れられたように、あのお隣のお教丹後士さんが常連ということでお聞きしております、で過去には宮津市でもお出店したことがあるということでございます、ちょっと今、手元で何年にということをちょっと持ってはいないですけれども、過去にそういった経過があるということで、ご理解いただきたいと思います星野和彦さん、了解いたしました。えー、2点目に言いますこの広報誌に関して この内容、費用、発行部数、人員構成、それから市民からの要望等、周辺市町の動向と比較して、もし検討されていれば、お答えください森口総務部長えっと周辺市町との、まあ、比較も含めてということなんですが、まずあの宮津市の方で、えー、内容なり、費用なり、発行部数なりをちょっと説明をさせていただきたいと思います。 えと宮津市の発行部数というのは、全世帯宛てということで、8100部月になりますが、いうことでございます。で、その印刷材等の予算といいますか、必要経費というのはざっと300万円ということでございます。それから、あその仕様といいますか、ご存知の通り、えー、まあり、白黒といいますか、モノクロのもので、20ページ。 ほどのものを毎年毎月発行させていただいております。その時々のそのタイムリーな情報を載せさせていただいておるということでございます。で、それからまあ近隣市町のということでございました。まあ、これ、人口にもまあ比例をしてくるのかなというふうにも分析をいたしておりますが、ちなみに予算経費単位でいきますと、隣の与謝野町がもう300万円弱という状況でございますし。 発行部数はとといいう,うなことでございます、えー、京丹後市におかれましては、経費的には800万円弱程度ということでございますし、発行部数は2万2000部というような状況でございます、以上です藤野勝彦さん。<laughs> ありがとうございます。この金額とです、ね、発行部数の関係から、えー、判断しますと、えー、この内容としてです、ね宮、広報宮津の場合は一色好きの白黒です。で 京丹後の場合が4色釣りです、与謝野町に関しては、表紙がまあ2色釣りで、中身は1色釣りになっていますと、部数の関係でいくと、与謝野町が8500で、宮津市が8100で,で、金額がほとんど変わらないんですね、でやっぱりその白黒だっていうところで、表紙だけはまあカラーなんだけどっていう、その差っていうのがあまり出てないのかなと、逆に言いますとです、ね、京丹後市っていうのが、金額が800万、宮津市が300万ですと。 で発行部数が2万2000対8000部という比較をすると単純にすると、えー、宮崎市の3倍発行してますと、えー、にもかかわらずその金額の方は2倍ぐらいで済みますとこれはまああのニーズが多いんでスケールメリットが出てるっていうふうに分析されるかと思うんですけどもその内容というのがですねやはりその白黒の場合とカラーの場合とこれだけやっぱりデジタル化されてる時代でですね、あのー やはりもう少し工夫をしながら、ですね限られた金額ということは十分理解をしておりますけれども、少し工夫をして、ですねそういったあの今後、広報宮津をですねより見やすくしていかれる、そういう方針あれば、ぜひお聞かせください。森口総務部長 えと今、京丹後さんとの比較でもって、宮津市の広報誌の評価といいますか、今後の方針的なことをお話しされたのかなというふうに思っております。あの広報誌でまあ最も大事なことというのは、そのまあカラーであるとか、一色釣りであるとかということよりも、まずはその市民の皆様にお伝えしたいこと、これをタイムリーに的確にお伝えするということが最も重要だろうというふうに思っております。で私どもあ,のあ,のありましたように 一色釣りでということでございます。そしてあの私どもの職員が自ら各地域に回って取材をしながら今回こういった広報紙を作成をしておるということです。あの私ども評価といたしましてはあったかみのあるあの人に親しみがも持っていただけるような広報紙になっておるんじゃないかなというふうに思っております。 今後においてもそういった形で進めていきたいなと思っておりますし、よりまあ研究をしてよくできるところはさらに良い候補星作りに努めてまいりたいとこのように思っております。星野和彦さん、えー、ありがとうございます。とにかく内容でじゅ内容を重視すると、えー、非常にいいことだと思います。ただし、その内容を重視するにあたってですね、これ担当者というのの人数を比較しますと、やるやずっていうのは。 その広報関係の担当者が非常に手薄になっているんじゃないかと、この財政危機の関係から職員の数を減らした、この弊害出ている部分もありましてです、ね、例えばこの京丹後市っていうのは、広報関係の担当者が6名います、それから与謝野町も2名おります、で宮津市も塩広報係長、それから広報国際交流担当、各1名となっておりますけれども、現状を見ますとですね、 なかなかあの取材に専任するわけではなくてです、ね、片手間でやっておるという状況の中で、この人事配置に関してもです、ね、課題があるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか森口総務部長。 えと今、人事配置のお話がございました、おっしゃいましたように、京丹後市はまあ6名、で与謝野町はお2人とで、私ども、宮津市も2人ということですであの、先ほども申しましたように、あのやっぱり候補者は中身が大事だと思っております、その中身を充実させるためには、一定のマンパワー、人数も必要かというふうに思っております。 今、確かにあの職員の問題があってえ2人ということであります。けれども、その2人がこの少数制で今本当に毎日頑張っておるということでございます。多分、議員もあの何度も見あの見ていただけたと思うんですが、いろんな各地域であの私、福祉どもの職員が取材をし、あの写真。 カメラで撮影をし、そういったことをさせていただいております。で、そういったことで良い内容のものが出来上がっておるというふうに、まずあの意識をして、あの認識をしていただきたいということが一つです。それから、確かにあの秘書広報係には係長と担当職員一人一人ということで、今おっしゃったようなお2人という体制でございますが、あのその他あの宮津市全体として、これは連携を取っております。例えばその観光イベントの際でありますと 観光係の者がそういった写真を撮ったり、その町の人のご意見をお伺いしたり、そういったことを秘書広報係に伝えたり、写真提供したりというようなことでございます。あの隣の町がどういった対応されているかはちょっと存じておりませんが、私どもはあの組織として、宮津市としていろんな情報を共有しながらあ、広報宮津の作成に努めておるということです。あの確かにあのお二人で,二人で やってますのであの多忙な時期という時まあろうかと思うんですが、まあ、そういったところはスクラムを組みながら、連携をしながら対応ができておるというふうに思ってますし、一定の候補良い候補手ができておるものと思っております星野和彦さん。えー、今回挙げるです、ね、このメディア戦略3点挙げておりますけれども、その中で、今後またこの後お話し,しますけれども、人事戦略というのがかなり関わってきますね、これは。ですから あの2人で一生懸命頑張られても十分理解しております、市民の皆さんもよく知ってらっしゃると思います、ただしやっぱりそのビジネスにしてもです、ね、あの事業をやるということはです、ね、やはりその物量を考えて、精神論だけで進んでいくというのは、過去の歴史の中から失敗するケースが多いかというふうに私は思います、やはりそのいろんなメディアが発達はしておりますけれども、まだまだこの候補者による伝達の仕方っというのは、 特にこの宮津においては非常に大きなウエイトを占めておるかと思いますので、そのあたりをですね今後ご検討いただきたいというふうに思います。で、二点目のフィルムコミッションについてお伺いします。このフィルムコミッションですけれども、これは映画等の撮影場所誘致や撮影支援をする機関で、地方公共団体が観光協会などこれが事務局を担当していることが多いです。 映画撮影などを誘致することによって地域活性化、文化振興、観光振興を図ります。私は先日、えー、広島の呉市に行政視察で行ってまいりました。この呉市というのは、えー、2003年から映画の海猿、男たちの大和等の、えー、映画撮影で、えー、フィルムコミッションに注力しております。そして現在では 職員の専任を1名おいて今では多数の映画ドラマ CM 撮影で実績を上げられていますこの宮津市のフィルムコミッションに関する取り組み状況を人員配置と組織の検証を踏まえてお答えください安藤理事兼企画部長 ご質問いただきました宮津市のフィルムコミッションの取り組みについてご報告いたします現在テレビ映画などから取材等の協力依頼があった場合企画部観光交流課観光まちづくり係を窓口として対応しております業務の内容といたしましては依頼が依頼元の求めに応じまして ロケ班への同行、撮影にかかる地元団体や許認可等の調整エ、エキストラ募集への協力依頼など、一般的なものとなっております。昨年度、市へ直接依頼があったあ取材協力といたしましては、テレビで4件、映画が1件、ラジオ5件の取材等に対応いたしました。 係での業務体制は他の業務と兼務をしております都合上1000人でメディア対応を貼り付けておるわけではございませんが協力いたしましてできる範囲で最大限の効果が出るよう対応しておるところでございます。星野和彦さん、えー。まあ先ほどの人員配置もあるんですけどもやはりこの私今回のですねフィルムコンミッションとこのメディア戦略について周辺市町のですね。 えまあラジオ局であったり、えー、市であったりそういったところを回ってまいりましたそれで舞鶴、えー、と福知山とそれから京丹後この3市はですねフィルムコミュニションの提携を結んでるんですねそれで、まあ、京都っていうのはそのうずの映画の撮影所があってそこからロケハンが来るケースなんかも多いですねですから今までだったら滋賀県なんかで撮ってた撮影場所が 高速の全通によってです、ね、京都縦貫堂の、これで、えー、この界隈で随分取られています、具体的なドラマでうと、例えば水戸黄門であったら、えー、京丹後町の方を常に使っているとかですね、ですから、それぞれがですね年間にそういう映画、あるいはドラマの撮影で100ぐらい呼んでくるそうです、で残念だなってことを言われました。というのは、宮市さんも入られたら、宮市さん、風光明媚なのになぜ入られないんでしょうかと。 いうことを言われますこれは与謝野町でも、えー、ケーブルテレビを持っていらっしゃいまして、えー、そういうですねこの周辺市町においては、えー、どんどんこちらに注力されてるんですね、でテレビに露出することによって、えー、観光客を増やしていこうと、例えば先週、新聞にも載りましたですけれども、えー、京丹後市でですね、えー、今後、封切りされますけれども、海賊になった男という映画を撮りました。 それでジャニーズの岡田君っていうのが撮影に来た関係でその撮影場所を回るツアーを見に行こうという応募をかけたところ、ですねものすごく特に京阪神の方から応募者が殺到したというふうに聞いておりますこの周辺市町と比較してですね宮津市の,このフィルムコミッションに関する状況 これをもう一度お伺いします安藤理事企画部長先ほど議員も触れられましたけれども、近隣の市町の状況ですけれども、舞鶴市が舞鶴フィルムコミッションを平成14年から立ち上げておられます、京丹後市が京丹後フィルムコミッションを平成25年に立ち上げておられます。この両フィルムコミッションと 口山市観光振興課が共同されまして、3市で北京都ロケーションネットワークを平成27年1月23日に設立されたということでございます。平成27年のデータというのは、最新のものはちょっとないんですけども、この3市の取り組み、支援をされた件数というのを報告されておられます。 平成25年度は3市合わせて32件平成26年度は46件の支援をなされたということです平成27年度の件数というのを見ますとそのロケーションネットワークが形成されたことの効果というものも見えてくるのかなというふうに考えております以上です星野和彦さん この宮津の場合、ですねこのフィルムコンディションに関しては、この宮津メディアセンターとの協調をやっておるかというう思いますけれども、このメディアセンターとの関係ですね、それから映像の保存の重要性、あるいはその著作権等についてお尋ねします丸口総務部長えっと。メディアセンターの関係のご質問です。あのメディアセンターは平成19年の7月に発足をされたということです。 えと地元の有志によりまして、実行委員会として組織をされたというものです、この2016年時点では8名のメンバーがいらっしゃるということです、でえー、それぞれあの宮津市との関係でありますとか、保存の重要性、あるいは著作権のお話がございました。えー、1点目の,あの宮津市とのまあ関係ということでございます、えー、宮津市においては、平成21年10月から市の映像広報発信事業というものを委託をしておるという関係性でございます。 それから重要性でございます、あの今年度は委託事業で、アーカイブ事業、あの戦争体験談に取り組んでおるということでございます。これについては、さっきの新聞報道でもなされたことで、まあ、議員もよくご承知のことというふうに思っております。それから著作権の問題です、えー、っとこれはまあ市が委託をしたものについては、当然、宮津市に帰属をするというものでございます橋野和彦さん。えっと このメディアセンターへの年間の委託料ですね、番組制作、この金額はいくらになりますか森口総務部長。っと今年のちょっと予算でちょっとお話をさせていただきたいと思いますが、映像広報発信事業ということで、メディアセンターに委託をいたしておりますのが、合計で240万円ということでございます。 野和彦さんそれぞれ周辺市町で、ですねこの番組逆料というところを聞いてまいりました、大体です、ラジオであったり、ラジオ局が同じように映像も撮られますと、あるいは教団、あの予算庁であれば自分のところで映像を持っていらっしゃるんですけど単独の会計もやっていらっしゃいます、で外して言うと、一つ当たりやっぱり500万円とか。 そういういい料を払っててやられてるケースが多いですですから、少しやっぱり宮津の場合っていうのが、そこの予算っていうのが低いのかなと、ですから今回の,その戦争体験記を収録するにあたっても、限られた予算の中でやるんだということで、1人でも多く出したいんですけども、いろんな方にお話ししていただきたいけど、なかなかそこが予算の関係もあってですね、 また彼らの悩みとしては機材を更新したいけど機材もできないというところで弊害も出ておるというふうに思います。今後の方針としてですねこのフィルムコミッションこれを進めていくことこれは宮津にとっても特に観光については大きなメリットがあるかと思うんですけれども現状で,ですねこのなかなか対応しきれないと。 いうことが出てますというのもこの宮津の出身者というのはこれテレビ、新聞、雑誌等ですね、マスクの業界に非常に、えー、多くの人材を輩出しております。そしたがって、今回もですね、実はその番組を2本やりませんかという宮津の OB の方から頂い,いております。で、えー、そのことをですね、あのー、観光の方にもうにご相談したんですけども、ちょうど、 今、時期がです、ねまあ、議会もありますけどもそういった夏のイベントの終了時期があってなかなか対応できないということを言われます。人員配置をここの部分を見ますとです、ね、この4月の人事改革にする前というのが10名いらっしゃったんですかねそれが今 DMA の出向者も出て7名でやっておるとですから選択と集中というところで観光業界による 選択して集中していくんだというところで、人が減っておって、ですねそれでもう一つ、しんどそうだなって思うのは、京丹後市さんとか、あるいは周辺の市町の組織を見ると、企画の部分と、それと実動隊って言ったら語弊があるかもしれませんけども、そういう鉄収班ですね、この間やったら天の足立てのライトを片付けるとか、それが一緒になってしまってるんですね、宮島 だから他の市町見ると、ちゃんとそこを使い分けてやられてるんで、あのちょっと今、物理的に、先ほどの話じゃないですビジネスとかの話じゃないですけど、無理があるんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか安藤理事兼企画部長。先ほど、議員の方から、取材の依頼が。 あったが対応できてないんではないかというご質問をされましたが、確認をいたしましたところ、メディアからの協力依頼といいますのは、市へ、正式に依頼されたものについては、それぞれ対応を検討しておるということですが、議員から言われた2件につきましては、市への正式依頼はなかったということでございます。もし正式に依頼があれば その際はは対応にについいいいては検討したいという,ふうに思いま,すでまた、今後の課題ということでございます、フィルムコミッションのに含めてということだと思うんですけれども、過去には先ほど触れられました、宮津メディアセンターがロケ地マップなども作成されていたということもあり、今後もロケ地誘致に関しましては、 協力して進めていきたいというふうに考えておりますけれども、選択と集中というふうに言われました通り、委託費や市職員の人件費等も含めたトータルコストと、それにより得られる効果を十分比較検討した上で、市全体の業務の中で優先順位も考慮して、今後、引き続き取り組んでまいりたいというふうに考えております星野和彦さん。はい えー、3つ目のメディア戦略としてお伺いします、えー、地域ラジオ局です、えー、この地域ラジオ局っていうのは、先ほど若干お触れしましたですけれども、この地域、京都北部っていうのは、綾部、えー、舞鶴、えー、京丹後市、福知山、こちらにそれぞれ、えー、ラジオ局がございます、第三セクターで運営されているのは、えー、綾部市で、あとはみんな民間でやっておって、それに対して各市が、えー、いろいろ映像も含めたですね、 依頼をかけて、それに対するお金の代価として、先ほど言ったとおり、300万から500万払われていると、そのえ行政からですねえラジオ局に頼む、一番大きなことっていうのが、の今日のようなですね防災の情報を流すことです、台風が来るときなんかっていうのは、ピーポイントで、このエリアの何々川の何々橋が危ないですとか、そういう情報を流します。 このシステムっていうのは、その台風が来たときなんかっていうのは、24時間、ラジオ局の人間もそこに詰めて、それで対応すると、そこに対してファックスを行政の方から送って、それを読み上げると、今、宮津市の,その防災の方に関しますと、まあ、サイレンを鳴らして、そこで放送を流しますけれども、特に雨が降ったときなんかは聞きづらいということをよく言われます。このラジオを使うっていうことにすると、そのあたりの問題もクリアできて、 新たに設備投資をするのではなくてです、ね、例えば教壇後のラジオ局の方にお願いをして、年間のその委託料ということで進めていけば、あのお金をかけずに、それとやはり市民の皆さんが停電したときラジオはつくんで、見やすいですと、聞きやすい情報が得られますということを言われます。このの地域ラジオに関して今後の 方針等がありましたら、えー、お答えください森口総務部長えと。今、ラジオ放送についての,その委託をしてはどうかと、特にあの防災情報を発信するためにというようなお話でございました。で特に議員からは今、そのハード的なああ投資は必要ないということでございましたけれども、ちょっと調べますと、やはりあの受信をいたしそうとしますと、中継アンテナというものが必要ということでございます。 これが1期当たり1000万程度かかるということでございまして、それを何箇所設置せんなんかというようなこともございます、それから今、議員お触れになられました、ソフト面でも少しコストがかかるということでございます、こうしたことから考えますと、その委託というのは、かなり非常に難しいんではないかなというふうに考えております、以上です。星野和彦さんこれ防災の方方とまたじっくり考ええながらです、ね、あの例えば調達方法で クラウドファンンンディングででインターネットでお金を集めるようなやりり方もありますいずれにしてもラジオが入ることによって、えー、この防災無線が聞こえにくいというところを、問題をです、ね、クリアンして、あくまでここは観点としたら、市民の皆さんの命を守るというところに観点を置いて、今後、検討いただきたいというふうに思います。で、えー、2点目の質問に入らせていただきます。えー、ゆらオリーブ事業の現況と将来について この平成25年から始まった由良のオリーブ栽培は3年経過しますがよく市民の皆さんからオリーブは大丈夫やろうかと質問を受けます昨年10月末に私も初めて由良オリーブを育てる会の皆さんにお会いし地域おこし協力隊の方も交えた皆さんと接するたびにオリーブに対する真摯な姿勢と情熱が伝わってきました。本事業が成功するためには 時間、場所、機会、この TPO と人、物、金を揃える基本的な観点を踏まえて、一体何が不足し、何が必要なのか、改めて検証いたしたく、これより質問に臨みます。まず、海外と国内におけるオリーブの主張についてお尋ねします。 産業経済部長、えー、オリーブの指標につきまして、ご質問いただきましたあの、まず海外の状況でございますが、あのこのオリーブの指標であの、オリーブオイルで申し上げますと、世界におけるオリーブオイルの生産量は、あまあ、都市によりましてばらつきがありますけれども、平均しますと、年間300万トン強で、最大の生産国はスペインで約140万トン。 次いでイタリアの約50万トンそしてギリシャの約30万トンの順となっておりますまた国内の方の関係でございますけれども日本のこの国内産のまずオリーブの栽培といいますが25年度で果実ベースで生産量259トンでございますこれからのオイルを絞る場合 大体油量が10%ぐらいになりますので、これから推計しますと、約26トンのオイルが生産されておると推測されます、これを国内でのオリーブオイル消費量から見ますと、25年度の国内消費量は5万4000トンであり、国内産オリーブオイルの占める割合はわずか0.05%にとどまっており、まあ、ほぼ輸入のオリーブオイルを消費し、そのうち スペイン産よびイタリア産がまあ9割を超えている状況であります星野和彦さん、えー、ありがとうございます、えー、このイタリアのオリーブ栽培の状況についてお尋ねしたいと思いますこのオリーブ栽培に適している条件は一般に温暖で雨が少ないと言われます主な数値は平均気温で15度これに対して宮沢は大よそ14.6度年間降水量は 1000、えー、ミリに対して、宮津の場合は約1800ミリだと、年間日照時間が2000時間が好ましい、これに対して、えー、宮津の場合は約1500時間と、宮津は一般に好ましい条件と比べ、平均気温はほぼ叶いますが、この年間降水量は1.8倍、年間日照時間は75%です。果たししててこののイタリアの地形平均気温や土壌などと比較して 宮津でオリーブ栽培が稼働なるか、一証願います。松崎産業経済部長、えー。日本の文献で、あの、このオリーブ栽培に、あの。適している条件っていうのは、今議員がお触れになった通りでございます。えー、こうした中で、イタリアの状況がということでございますが。あの。この2月に、あの、イタリアの方の現地研修。 で、まあ、訪問したトスカーナ州のセッジャーノ市では年平均気温は12.8度、えー、冬場の最低気温はマイナス1.2度で、で宮津市よりいずれも約1度から2度低い状況であります、こういったところでもあのオリーブ栽培が非常に盛んに栽培されておるということでございます。またあの 土壌に関しましてはまアルカリ性を好み土壌の分析の結果によっては日本でもイタリアでもどちらにもかかわらずあの土壌の改良が必要なケースがあるということでございます以上でございます星野和彦さんありがとうございます降水量についてもですね私が調べますとこの長崎県界隈でもですね非常にオリーブが栽培されておりますがこちらはその2000ミリを大きく超えてましてですね まあ水害が出ますけども、あちらのですね、2200とかですね、そういうところもあります、したがって、今の数値の検証からいくと、えー、宮津でもオリーブは栽培が可能だということが私も言えるかというふうに思います、ただ、宮津というのはこの寒冷地でございまして、この冬にですね、ねえきが続くと、オリーブの枝が凍結して枯れる事象が、この標高約500メートルぐらいの清の野地区で不幸にも発生したという、そのふうに伺っております。 この由良地区は市内でも比較的温暖な地域で近年の,この地球温暖化の影響もあり宮津でも平地に雪が積もることが珍しくて前年度の日本国内の米の生産量は1位が新潟県でその次の2位は北海道となっておりますこの相当長い周期で訪れる大寒波というものがたまにありますけどもこういうその寒波が来たとき オリーブが寒冷地で栽培可能であるという検証をなされているか、お尋ねします産業経済部長、えー、まずあの、宮津全体からちょっと申し上げたいと思いますけれども、あの実はあの3月にあの連携協定をいたしましたあの、日文化交流協会。 えー、こちらの,あのイタリアの方であで栽培技術等を指導しておる組織でございますけれどもあこちらの方にあに昨,昨年の日本に来ていただいたときに宮津市の栽培状況それからあの少し先進地でやっておりましたあの京丹後市の栽培状況これらを確認いただく中であの宮津市でも値行きが長く続くような地域を除きまして十分栽培ができると。それから 先ほど議員もお触れになりますけど、どの降水量もあの水はけの良い土地で栽培すれば問題はなく、えー、土壌に関しましても、先ほども触れましたがあの、土壌分析を行い、堆肥や土壌改良で対応できると、えー、分析、評価いただいているところでございます、でまあ、先ほど、シェアを例にあのご質問されましたけれども、えー、ここにつきましては、やはり値行きが非常に長い、それからあの、 マイナス温度が長く続くというところで、先ほども一部を除くという表現をさせていただきましたが、こういう地域では少しあのオリーブ栽培にはあの適さないということで、こういった地域を除いたところでは、宮津でも十分栽培ができるという評価をいただいているところでございます星野和彦さん。えー、ありがとうございます この由良地区というのは、由良のみかんですね、あの安住みかんというふうに世にも広まっておりますけれども、非常に水はけがよくて、火の当たることも多いですということで、数字の意味からいくと、オリーブに適しているということが判断できるということを理解しました。その先ほど私が米の生産量で2位になった北海道というのは、今すでに7.5%の全国のシェアになっています。 単純にこの北海道で米が伸びているのは、えー、温暖化だけではなくてですね実は、えー、札幌医科大学なんかと提携しましてですねそういうところと、えー、品種改良、これをずいぶん昔から取り組んできました、えー、私はその部署ではなかったんですけどそういう担当にした人間なんかに聞くとやはり日本の技術っいうのはすごいんだということを言っておりますですから値行きがこう出るような何年18年周期ぐらいでなんか大寒波が来ると。 いうデータもありますけれども、そういう時に備えたその品種改良というのも今後の課題じゃないかなというふうに思います。次の質問に行きます。このオリーブの果実は収穫を痛みが早くて加工を必要とする農産物であることから、そのみかんやりんごなどの一般的な果実のような卸売市場は市場は存在しません。そのためオリーブの出荷は 生産者と加工業者との間で毎年取り決められた金額で買い入れをされています宮津で採用しているオリーブの品質と商品化するための植栽本数面積と生産量に関する絶対量をいくらに設定しているかお尋ねします松崎産業経済部長 えー、オリーブなの目指している品質とかあの量のご質問であったというふうに思っておりますあの、オリーブの品質、特にオイルの品質につきましては、あのエキストラバージンオリーブオイルと言われるあの風味、味もよく、酸度が0.8%以下のもの、まあ、これが最高級というふうに言われておりまして、宮津市でもこのエキストラバージンオリーブオイル、 の生産をより多くしていくということで、あの日文化交流協会、技術を持ったところでございますが、こういったところとしっかり連携して取り組んでいくこととしております、かれからあの、絶対量というか、量のところでもご質問いただきました、あの宮津市では、町、人、仕事、総合戦略におきまして、平成31年度の目標、植樹本数1万本を目指していくということにしております。この 1>, 1万本を平成31年度までに、えーまあ、全部植樹した場合の、まあ、シミュレーションを行っておりましてすべ、えー、て完了した5年後の平成36年度には果実として約60トンからあのすべてが生木になるまあ12年後平成43年度にはあの100トンのまあ 果実が収穫でできると見込んでおりますでここからできる商品として、一定、おい上げ品とまあ販売ができる数量が確保できるものというふうに思っております。でなお、あの面積についてもご質問いただきました、この1万本を植える場合の面積で,はご,ざでございますが、えー、10R につき、大体40本がから60本が目安でございます。でこれを 40本で見た場合、大体25ヘクタール相当が必要ということでございます星野和彦さん。詳細については後で申し上げますけれども、先日、行、え、政、ー、視察に来ました広島県の江田島市っていうのが今、1万3000本で、24ヘクタール、それで今、3.4トン、これを収穫されているというふうに伺っております。でちなみに小豆島ですけれども、こちらが大体6万本埋まっていると。 それで100ヘクタール前後、それから大体年間250トンということなんで、この250トンにシェアを今、取られている状況ですけれども、いろんな各市町が、あの市町がですね、ーリーブに取り組んで、市場も日本で大きくなっていくかかということが判断されるかというふうに私は今、思いました。それで、このオリーブに関するです、ね、この宮津市の取り組みの状況について、お伺いしたいと思います。 まずこのオリーブ事業を始めて、今に至る経緯を簡単にご説明願います松崎産業経済部長え本市では、平成25年度からあの総務省からえ地域力創造のための企業者定住促進モデル事業の採択を受け、総務省が登録している地域力創造アドバイザーから、オリーブ栽培による新産業創出について、ま、あ 助言を受けたことをきっかけに平成26年3月に由良、府中、瀬谷市内の3地区で、まあ、オリーブ300本の実証実験を開始いたしました、えー、そしてあの昨年9月に、えー、日文化交流協会の会長に当地にお越しいただいた際にオリーブの生育状況を確認いただいたところ、まあ、土壌にあったオリーブの品種選定と 生育を正しく行えば産業化は可能と、まあ、先ほども少し答弁で触れさせていただきましたが、まあ、評価をいただき本格的に栽培を推進していくことといたしました本年3月5日にはこの日文化交流協会と連携協定を締結し日本一のオリーブ栽培とオリーブオイルの生産について最新技術を誇る町宮津の実現を目指し生産者に対する栽培や加工技術の向上等一緒になって 進めることといたしたものであります。星野和彦さん、えー、ありがとうございます。次にですね、このユラオリーブを育てる会の概況を教えてください。松崎産産業経済部長、ユラ、えー、をのオリーブを育てる会は、まあオリーブによるまちづくりを目指し、平成25年10月にあの9名の有志で、えー、設立され。 現在は40代から80代までの16名の会員が約900本のオリーブの栽培管理に取り組まれています現在はオリーブ茶や新漬けの商品化と販売さらには毎年10月には由良川沿いのオリーブ園を中心に由良オリーブ祭りを開催され昨年は400名を超える来場者にオリーブを活用した 加工品等を提供さされれるなど積極的に活動されていますまた、昨年度末には、作油工場を整備され、市が整備・対応した作油機により、今年度から良質のオリーブオイルの生産・販売を目指していくこととされています。加えまして、若手の参入などの将来を見据え、現在、会の早期法人化を検討されています。 市の和彦さんありがとうございますこの宮津市のこのこ取り組みについて3点目ののご質問をしますこの宮津市におけるオリーブ産業の拡大を進めるため、イタリアオリーブオイルソムリエ協会を包括する組織ですね、これがその日文化交流協会というもので、ここと連携協定を本年3月に締結していますが、主な提携連携事業ですね、というのがこの、 広報宣伝とか、あるいは栽培の強化、苗木の普及等、まあ、至れり尽くせりの提携を結ばれております、ふと思うんですけれども、この日文化交流協会っていうのは、こもともとお互いの文化を交流しましょうという組織だとは思うんですが、その組織がここまでやってくれますというのも非常に珍しいのかなっていうことを思います。それと、 えー、ここと、まあえー、組んで、非常に宮津市にとって恩恵を被っておるわけですけれども、この日文化協会にとって、その宮津と連携するメリットが他にも何かあるのかなと、ゲスの勘繰りではないんですけども、えー、確かに文化を交流していくという中で、ソムリエを育てようとか、そういう一環だというふうに思いますけれども、それ以外に、そういった彼らにとってのメリットが何かあるのであれば教えてください。 松崎産業経済部長あの、まあ、議員もお触れになりましたけど、この日文化交流協会、あのオリーブの知識、技術を有する組織ということで、あのイタリアではもちろんあの、日本人向けのアカデミー、 そういったソムリエのを育てる育成の教育機関とかを持ってやっておられますし、えー、と日本にも名古屋や東京、大阪には事務所を持って、まあ、普及を、ソムリエの育成とかをされておられるということでございます。であの、まああの それ以外の,あのなんか目的があるのかというご質問でございましたがあの基本的にはそういった会ということであの、まあ、自分たちの文化をより世界にこう広げていくという、まあ、大きい視点を持って広げていただいているものだと思っておりますし、まあ、そういう中であの互いにその イタリアのオリーブオイルまあ、今回私どもも輸入のお話なんかもちょっとしておるんですけど、そういったことをしていくとかいうところ。では、あのその経済的なメリットも少しは視野に入れて取り組まれているんだろうというふうに思っております。以上でございます。星野和彦さん、えー、ありがとうございます。このユーラ地区っていうのはですね。この山椒太夫のお話で有名な地でですね。この えー、昔、その山椒大夫、アンチューョーズ賞ですね、これがまあ映画になって、えー、イタリアのベネチャー映画祭で金字賞を受賞しております、そのオリーブもありますけどこれも何かの縁かもしれませんが、文化交流という意味でですね、そういったベネチャー音楽祭あの映画祭というのは、世界的にも知られたものでございまして、そことのもっと連携をしていくということも、 一つ視野に入れたらいかがだというようなことも思います。で、次の質問をさせてください。え、このオリーブ事業のですね。実現に向けた事業計画と進捗状況、これについてお伺いします。オリーブ事業をこの実現するですね。その上でその苗木工事購入のですね。補助金を賄うですね。その財源をどのよう,うにされているかといったところはこのどうかと。 ということで事業計画と進捗状況を教えてください松崎産業経済部長。えー、まずあの、事業計画と進捗状況についてでございますが、あの先ほどもあの申し上げましたがあの、本市ではあの町、人、仕事、総合戦略におきまして、まあ、平成31年の末にオリーブの食事本数1万本。 果実の収容量で2.6トンの目標を立てており、アクションプログラムにおいては、各年度の目標も設定をして、その達成に向けて取り組んでおるところでございます。平成27年の実績は、えー、新規植樹が385本、果実の収量が0.1トンで、まあ、目標には届かなかったという状況がございますが、まあ、これを踏まえまして、 経営戦略に基づき、これ、昨年、策定をしましたけれども、これに基づきまして、官民一体となって事業を推進していくため、まあ、事業全体をマネージメントする民間の推進組織を早期に立ち上げ、日文化交流協会の協力も得ながら、目標の達成に向けて事業を展開していくこととしております、なお、あの栽培への支援のところもあの、ご質問がございました。で 昨年、一応目標は500本にしておったんですけど、まあ、これが今申し上げました385本という中で、まあ、これの財源はといいますとあの、地方創生の、えー、先行型の交付金の財源を求めていったということでございます。であの そういう中で今後、支援していくための財源はというところでございますが、6月補正に計上させていただいた推進交付金、これ、今後3年間のオリーブ事業を進めていくために必要な経費をお認めいただいたんですけどこれにつきましては、特にこの栽培技術であるとか、加工技術、こういったものの普及等のための経費として挙げさせていただいておりまして、この推進交付金そのものは、 個人給付への支援ができない交付金というところで、3年間28、29、30と計画上載せておりますが、この栽培への支援は少しなじまない交付金になっております、でそういう中であの、財源はということでございますが、今あの、いろいろとそういった必要な栽培支援等に必要な財源も含めまして、 ま,あまずそういったあの栽培支援について、財源確保も含めまして、必要な支援を目標に向けたのも検討しておるということで、今、これという財源というのは、特に栽培支援のところでございますけれども、決まったものがないと。今後国がいろいろろ 地方創生でまあ今回補正もありますけれども、いろいろ出てくる中で何とか確保していきたいというふうに思っております。以上でございます。星の和彦和彦さん。はい。ありがとうございます。その財源確保のところがですね一番しんどい部分ではあると思うんですけれども、逆に言うとそこが仮にですね途絶えるようなことがあるとこの事業がですね進みにくくなるんじゃないかという不安を抱えている部分というのが。 やはり大きな問題ではないかと今後の課題じゃないかと思いますので今後知恵を絞った中でですね対応していただきたいというふうに思いますで次の質問ですけれどもこの事業経過についてはですね、本会議の議案質疑においても他の議員も含めて再三質問しておりますこの事業主が、えー、ゆらオリーブを育てる会で法人格を取っていないため全体の把握が不明確になっていることが課題だというふうに、えー、言われておりますけれども 先般ですね、同会の皆さんとお面談して、今後の課題として伺ったうちの二点を申し上げます。まず市場参入を果たす上でオリーブの内木を急速な大量にですね、しかも植え付けが必要であること。二点目が資金不足の解消、あるいはその就労者の確保等を図るため、法人ですね、これ株式会社への移行を検討されていることです。冒頭でも申し上げましたが。 こののリーブを育てる会の皆さんには熱意がありますしかし、新規事業の性質上、ノウハウを蓄積しながら事業を推進されています。また、この昨今取り出されている行政の失敗事例の多くは、官が民間企業のリスクを負って事業を推進することです。逆に成功する事,業事例は、民間活力を中心に、官が民をサポートする体制だと思います。会の皆さんだけが悩みに をとどめるのではなくて、この課題を乗り越えるべく、宮津市の姿勢を明確にする意味で、苗木の急速な大量植え付けと、法人化に向けたサポートだと、資料いたしますが、いかがでしょうか松崎産業経済部長。あの先ほどの質問ともあの関連すると思いますが、この,あの1万本を達成していくために、 現在、約1000本ぐらい終わっているわけですけれども、あと9000本、これを急ピッチに進めていかなければならないというふうに思っておりまして、それに必要な支援というのを今、検討しておるということでございます、でそれはやはり財源を十分確保しながらというところがございますので、そういう財源をしっかり確保して、支援を検討して、 まあ、支援制度を創設していきたいというふうに思っておりますあの法人化につきましてはあのこれまでからあの私どももあの地元に入らせていただいてそういう体制としてやはり、えー、法人格を持って、えー、推進すべきではないかということでお話をさせていただいておりますで会の方もその方向をしっかり、えー、受け止めていただきまして今早期法人化に向けて 取りり組まままれておるととといいいううことでごござざすす星野克彦さんあがなるべくサポートの方ですね、いろいろ株式会社作るのも費用の問題とか、一回やってみないとこれ、分からないんですけども、大変な作業です、そういったこともいろいろとサポートいただくという体制をぜひ作っていただきたいと思います。で ちょっとあの次の質問なんですけれども、地域おこし協力隊というのがありますね、この現在、このオリーブ栽培に関する地域おこし協力隊の隊員は2名で、各のおの2年半と半年間にわたって今、携われていらっしゃいます、隊員の習熟度、任期3年を残して、半年に控えたベテラン隊員1名の満了後の処遇、あるいは本事業の,この継続性をいかに図られるか、お手伝いしたいと思います。ここののの全国のです、ね、地域おこし協力隊の方と いろんな SNS やら直接にお話しする機会があるんですけれども、皆さん共通して悩まれていることは、給料が低いこと、それから将来が不安になることです。隣の伊根町では本年4月に報じられたとおり、募集が振るわなかったことから、待遇面を良くしようと、月額報酬を当初より4万円高い20万7900円に引き上げて再募集しました。協力隊の給与体系の概略と、今後改善するすべを検討されるか、お尋ねします。<laughs> こことにこのオリーブ事業の設立当初から関与し、ノウハウを蓄積してこられた隊員を、現在の事業規模では任期満了のあと、関与が困難な状況になっています、人こそ財産と言いますが、来春、貴重な人材を手放すかもしれない、こういう状況に全勝されることを願います。松崎産業経済部長、えー、現在のうーオリーブに 携わってていいただいておりますあの地域おこし隊は2名ということでございますが、このうちあの1名があの議員もお触れになりましたように、今度の3月で、えー、任期の3年を迎えるということでございます。で、えー、特にこの1名に関しましては、これまであの小豆島やイタリアでの現地刑事のほかあの、まあ、イタリアから講師を招いた場合の栽培研修など、まあ、受講いただきまして、まあ、オリーブに関する知識をまあ習得され、まあ、本市における オリーブの振興にも必要な人材というふうに考えております。えー、こうした中で、あのまあ、この満期を満了。任期満了を迎えるという中で、まあ、本市での就業定住に向けてえー、まあ、国の例えば成年収納給付金。 であるとか、まあ、こういった活用はどうとか、こういったいろいろなご相談を今させていただいているということでございます。から、あの、お越したの今の報酬について、ご質問ございました。あの、私ども、これ二十五年度からお越した制度を活用しておりまして、月額十六万六千円。を、まあ、謝礼という形で、給付したしております。 であのまあ、これまでからいろいろこの給与面についてはご相談もさせていただいておど、ます、ああの特段あの、不平も少なかったというふうに思っておりますが今度、あの9月から新しくあのお越し隊を、まあ、神宮津の活動で雇用しましたがこの,この方は扶養 の家族を一緒に連れて来られたというようなことが新たに出てきまして、あのやはりこういった付与がある場合こういった金額で本当に生活できるのかというようなまこともあの出てきておりまして、まこの引き上げについて、まこういったことも含めて、今後あの検討していきたいと思っております。ただ、あのその場合にあのいろんなあの市町の状況なんかも踏まえながら、あの検討をしていきたいというふうに思っております。以上でございます。 勝彦さんちょっと時間の関係で、あれやこれやと言いたいところもあるんですけれども、この江田島市なんかを見てますと、計画的にですねあの栽培奨励活動、例えばその苗木のですね購入助成であったり、栽培講習会の実施であり、うん、あるいはそのモデルオリーブ園の設置というようなことをしております。この今のの今宮津のですね、えー、やり方 もう少し学ぶところがあるかなというふうに思うんですその広域連携といいますけども新しい授業が始まった時に自分のところが勝てるというのはなかなか珍しいかと思います今このオリーブを育てていこうという市町が全国に広まっております実際に成功したところもありますですからその中で、えー、広域連携の中で是非この情報交換して それをサポートする体制も築きつつ、ぜひこの事業を成功していただきたいというふうに思います。答弁を簡潔にお願いします。那須県産業経済部長。はいえー、現在あのこの連携協定しておりますあの日文化交流協会とまずここと連携を深めましてあの品質の高いあの栽培になり。 オリーブ生産をしていくということにしておりますけれども、えー、続けてください。しておりますけれども、あのまあ、今後、裁判を進める中で、例えば、まあ、新たな病気が出現した場合と、あの日本固有の課題というのもいろいろ出てくるんだろうというふうに思っておりまして、えー、議員ご触れのとおりあの、必要なときにはそういった連携をしっかりしていきたいというふうに考えております以上でございます。